はい、どうも、ゆたです。はい、という感じでじゃじゃーん、ダムドのカーボンドアをゲットしました。なんと、はい、カーボンドアって言っても、まあ、カーボンと FRP 複合のねドアなんですけど、ものすごい軽いやつです。で、じゃん、こんな感じで白いんです。なぜでしょう。そう、なんとね、こちらもらいました。まあ、どういった経緯かというと、ちょっとお名前出していいのかわかんないんで、ちょっとアイさんっていう方からね、VAB をちょっと降りられるっていうことで、ぜひね、タイムアタックで使ってくださいということで、ちょっといただきまして、その人白い VAB 乗ってた方なんですけど、多分ね、知ってる方いると思うんですけど、YouTube の M326 っていう名前でやってんのかな、ものすごい早い人で、まあ、ちょっといろいろ知り合いの共通点とかあって、つながって、一応ね、こういう形でいただくことになりました。で、窓もね、なんとね、これアクリル、ついてるんですよ。なんとアクリル窓なんです。はい。で、メーカーの公表ですと3枚で21キロぐらいの軽量っていう風に書いてあるんですけど、多分あれ普通の純正窓つけてなのかな、まあ、ドアだけの重量なのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、窓もアクリルにするんでかなりの軽量に、30キロぐらいの軽さになるんじゃないかなと思っております。はい。ほんで、そう、白なんでちょっとね、塗装をしていかないといけないわけですよ。で、まあプロに頼んでもいいんですけど、やっぱそこはちょっと DIY 魂ということで、ちょっと自分でやってみようかなという感じです。はい。なんでちょっと早速塗っていきます。これ窓とかゴムのパッキン、純正のから流用しないといけないね。助手席はなんか結構ついてます、ちゃんと。はい、という感じでございます。こちらがアクリルウィンドウ、しかもね、スモークっぽいんですよ。最高ですね。はい。で、今こんな感じなんですけど、結構やっぱ走った跡が、タイヤのカスの跡があります。これをちょっとね、800番で研いでいこうかなと思います。で、今回ね、密着論っていう下地を使うんで、なんかそのままの塗装でもいけるって書いてはあるんですけど、一応ちょっとまあ安っておこうかなという思ってます。はい。結構あれだね、コーティングしてたんですね。コーティングが結構効いてるっぽいですね。すごい。まあ、ぶっちゃけ自分傷気にしないタイプの人間なんで、ちょっとこことか欠けてるとことかあるんですけど、もうね、もうあと色も大体合ってればもういいんで、大体青っぽければ、まあちょっとゆるくやっていこうかなと思います。なんでとりあえずちょっとやつってみます。
あ、なんか塗料の匂いがする。どうだろう、変化は分かんないね。あ、すっげえツルツル。でも、あ、ちょっとこっちゆず肌なんですけど、こっちはツルツルですね。あ、ツルツル、すごい。これ白だからさ、どこまでやったか分かんないね。うん、まあちょっとこれをただひたすらやっていくんで、まあ、ちょっと途中までカットで 3枚あるんで、とはちょっと カットで次に飛びます。ちょっとアップで撮っとこうかな。今ね、3枚ともヤスリが終わって、でね、この1枚だけ結構ここが出っ張ってたんで、ちょっと平らにするように削りました。完璧に平らではないけどね、まあ僕はあんま気にしないんで。はい、今回はちょっと密着論っていうのを使ってね、やっていきたいと思います、下地処理を。で、ダブル R ブルーパールの塗料の方がまだ届いてないんで、ちょっと来週あたりにやろうと思うんで、今はちょっととりあえず密着論やって、下地作って来週すぐ塗って取り付けれるようにしたいと思います。ですね、まあ下地が終わったんで、ちょっとこれから密着論で下地をやっていきます。こんな感じでね、ちょっとなるべくホコリが入んない、塗装ブースがないんで、やっていきます。15センチ20センチほど離し、ダブルコートで薄く均一に 1、2回塗布してください。上塗り溶剤系の場合20〜30分程度。これすぐ上塗んなきゃいけないのかな、塗装を。これだけ塗って乾かしといてもいいのかな。まあよくわかんないけど、やっていきます。で、3枚あるんで、他塗ってからもう2回目いきます。ちょっとね、かけすぎてね、ちょっと垂れ気味になっちゃったね。ほんと薄くでいいっぽいね、これ。いや、むずいな。むずい。ちょ、今
やり終わったんですけど、なんか特に変化はないね。なんかちょっとマット系になった感じはするけど、表面が。これで塗装が塗りやすく、くっつきやすくなるということですね。ちょっとこう垂れ気味になってる。はい。しょうがない。DIY クオリティなんで。はい、ほんでね、今回僕が使う、塗料、塗装なんですけど、ホルツさんの特殊色ペイントミニミックス、これね、純正色を作ってもらって缶に封入してもらってます。結構ね、オートバックスとかそういうカー用品行くと WR ブルーマイカとかしか売ってなくて、 WR ブルーパールってないんですよ、なかなか。で、多分ね、これね、2300円ぐらいなんで、1個値段も別にそんなに高くないのかなっていう。ただこれね、僕260ml で8本頼んだんですよ。8本も使わない気がするんだけど、ね、クリアもドア1枚に1本使うかなと思ったけど、そんなにいらない気がするから、まあなんかの時のために余ったら取っとこうかなという感じです。よいしょ。じゃあちょっと拭いていきますか。で、密着論はね、もう一回やりました。なんか時間経つと密着が悪くなるみたいなんで、もう一回やってます。これは慎重に垂らさないようにいきたいんで。一気にやると多分垂れるんで、2回ずつ3枚あるんで、3枚やっていこうかなと。先にあの最後のね、厚塗り、ツヤ出しが難しいんで、今結構薄くずっと塗ってたんですけど、ちょっとツヤが出るぐらい吹きかけていきます。
結構むずいね。垂れそうで怖いわ。こういうとこはちょっとツヤ出てんだけど、まだこんな感じ。ツヤ出てるとこもあんだけどね。じゃあ、あとはこのクリアでね、3回4回ぐらい塗っていきたいと思います。一気にやると垂れるん でメタリックパールマイカの上塗り塗料って書いてあります。はい、よし、じゃあ行こう。クリア1回目のツヤがこんな感じだね。ムラがあるね。今ちょっと塗装が今ね終わったやつをちょっと外出してみたんですけど、遠目だとね結構綺麗に見えますが、近く引くとね結構ねこのホコリが結構入っちゃってますね。結構ね濡れてるは濡れてるっぽいんだよね。でもホコリが結構密閉感でやってるんだけど、ちょっとそれでもダメだったね。気にしない、これぐらい気にしないというか、もうしょうがないね。これぐらいはまあ許容範囲ということで、色合い的にもどうかな。ちょっと表面はねもう一回コンパウンドかヤスリかかけてちょっと綺麗にするんで、うん、中はカーボンがちらっと。まあ多分すごい色気にする人は気になるだろうけど、これぐらいの差だったら多分わかんないね。うん、ほらわかんないということで、塗装編はね以上になります。次ちょっとね窓の付け替えとか中のフレームもあるんで、
それがね結構めんどくさそうなんで、次回はちょっと取り付け動画という感じで撮りたいと思います。ちょっとまあヤスル、まあコンパンドかけるかなってから取り付けたいと思います。はい、you